どうも、本能の小物釣り師です。四国遠征を終えて金沢に帰ってきました。というわけで、金沢周辺の釣りをやっていきたいと思います。本日は海釣りで金沢港です。金沢港でも最も潮通しがいい大浜地区に来ました。なかなか釣りやすい場所だと思います。しかしちょっと潮通しが今日は良すぎて、風通しも良すぎて、特に外海側の向かって右側がかなり波が立っておりまして、ちょっと波が荒くて釣りづらい日になってしまったかなと思っているところです。さて、釣れるでしょうか。さて釣りですが、ゴールデンウィーク頃、海釣り全般にあんまり釣れない時期になります。というわけで、確実に釣れる方法として、穴釣りで、そこに居住している根魚を、狙っていきたいと、思っているところです。しかし外海側、どうも波が荒いので、うまく釣りができるかどうかちょっと心もとない状況です。ちょっとひとまずやってみたいと思います。竿は 1.8 メートルのちょい投げ竿、糸は PE の 0.8 号で、仕掛けはブラーを使っております。餌は今のところパワーイソメのミニイソメをつけています。というわけで、ちょっと波が来る中での穴釣りは、無理がありました。というわけで、堤防の内側に移動してきました。基本的には潮通しがいい方が魚影は濃いんですが、まあ釣りができないと仕方がないです。1匹ぐらい、釣りたいなと思って、ちょっと最後のお願い的に、この辺り探ってみたいと思います。あと餌を変えてます。オキアミにしてます。四国遠征の時に余ったものです。本当は生き餌なんかがいいんでしょうけども、根魚なので有機物なら何でも食べると思います。それでは釣れた村沿いで、炊き込みご飯を作っていきます。米を1合を普通に研いで、水を吸わせて、昆布と、おろし生姜を入れているところです。お酒大さじ1杯を入れます。醤油も大さじ1杯です。かき混ぜます。ムラソイのアラを入れていきます。まずは、頭です。骨を取って、割っております。続いて中骨です。頭から分離させております。あと、肝臓も入れます。もう少し肝臓を入れていきます。
炊く前の状態はこんな感じになっております。蓋をしてスイッチを入れます。入れます。炊き上がりました。中はこんな感じです。ご飯の上に、頭と、中骨が乗ってる状態です。頭を慎重に外していきます。あんまり乱雑になるとご飯に骨が残っちゃって後で食べにくくなるので、きれいに頭を、外していきます。であと食べるときにこれを、飾りにしていきます。なるべく形を保ったまま外します。中骨も取ります。残った身をなるべく、ご飯に戻します。それでまあご飯に、お弁当箱にご飯をよそって、で翌日頭を乗せて、あと別に焼いておいた身も乗せて、お弁当を完成させました。というわけで、お弁当の完成、炊き込みご飯の完成です。どうもご視聴ありがとうございました。